装着予定車両のステップワゴンの中にいます。まずはここにあるアンテナ、あとこっち側にもありますね、アンテナ。それを外して、このカーナビ本体を外して、こちらの、ワンディンの、アンドロイドの、なんだろう、ステレオというのかな、それを外して、線を入れ替えて、その他 ETC とかその辺もこの中入ってるので全部移植します。では今から取り外しに入ります。まずはミラーの裏についていた GPS のアンテナを外して、それから、A ピラーを外して、テレビアンテナをウィンドウに貼ってあったのを全部外します。結構めんどくさいです。次は、反対側を外しますね。ではでは。ピラーはもうすでに装着しまして、アンテナは取り外しました。で、今センターコンソールの中を、センターコンソールとかな、まあダッシュというかの中を全部突破して、で今、こちらがオニューの配線で、これが古い方のオーディオの配線、これを今入れ替えています。で、これを入れ替えたら、そしたらナビを組み始めます。次はですね、いろんな配線です。まずは、GPS アンテナ、音声入力のマイク、メモリーとかいろいろくっつける、これ USB ですね。USB が2個。それと、室内用のなんか Wi-Fi アンテナ、なんとこれで拾うのかな？アクセスポイントで。とりあえずその辺を、配線します。装着中なんですけど、ちょっとインチキというか手抜きをします。わかる人はわかるかな？配線が終了しました。メインハーネスがこちらから来て、ここに入っていますね。こちらですね。で、あとはラジオアンテナ、Wi-Fi アンテナ。Wi-Fi アンテナは、このグローボックスの中で、グローボックスというのかな？コンソールの中で適当に転がしておきます。ほぼ使わないので。一応こういう物体ですね。こういう物体。で、次に、これ USB ですね。USB は、こちら2本。これは、後で言いますけど、ここのグローボックスの中に適当に入れておきます。あとこれは何だっけな。あ、これは GPS です。GPS はね、上に貼り付けたまま、装着しますね。ここで。なんでかっていうと、これが、よく鉄板入ってるのあるんですけど、これ鉄板なくてプラスチックだけなので、上から GPS の電波を拾うと思うので、ここに磁石で貼ったままです。かなり適当ですね。そんな感じで今から装着作業に入ります。なんとか配線を押し込んで、本体を今から固定に入ります。結構なんか社外なので、ちょっと若干ネジ穴合わなかったりするんですけど、ここと1、2、3、4、5ですね。はい。では今から固定に入ります。装着しました。眩しいのでちょっとサンシェードつけましたね。で、一応、マイクはこの位置に結局決まりました。乗った感じ、まず 見えないのと、あとは、音ひ、あの、拾いやすいからですね。で、あと、この中は、USB が2個、あと、音電源と ETC が入ってます。あと、ルーター買ったら、ルーターバッテリー取り外して、この中に、置いておけば、常に音電源でルーターが入ります。エンジンかけまーす。
おっと、タブレット認証ですね。はい、始まりました。ちょっとまずちょっと著作権の問題あるんでボリューム消しときますね。まずはアプリチェックです。あ、その前に設定かな。まあいいや、アプリチェック。 iHeart Radio、 これアメリカの FM の、アプリなんですけど、まあネットで聞けるやつなんですけど、これハワイの KSSK、 これ生なんです。これしかね、このねアプリしか聞けないんです、生で。入ってますね。はい、次ちょっと他のもチェック。キース FM、 これ LA です、ロサンゼルスのやつ。これ生放送です。これもローディング。あ、なんか CM みたいに入るんですね、これ。あ、これを見てからで、あと11秒10秒9秒、まあこんな感じで出るんですね。音もなんか出てますね。はい、で本題の音楽、はい、音楽もちゃんと鳴ってますね。次 104.3、 昔で言うケービック LA ですね。これはすごい好きでした。はい、音出てます。次バックコスト、これが今一番好きの LA の FM 曲です。はい、これも音出てます。はい、バックバックでホーム。次 YouTube、ラファエル、あれですね。あ、そうだ、音声検索してみましょうか。これね、あ、その前にこれかな。とりあえずちょっともう一回、ダンベル何キロ持てる。はい、音声検索出ました。ちなみにこのマイクで音を拾っています。じゃあこのオープニング、あれなんだろう、これよいしょ、ポイ、オープニング、これか、オープニング動画。はい、そんな感じですね。もう一回、はい、検索できてます。 YouTube 普通に見れますね。次、次は何に行こうかな。じゃあニコ動、ニコ動どうやったっけな、ニコ動がこれか。ちょっと邪魔なものどかしました。うん、なんだろうこれ。はい、なんかわかんない。次、閉じる、バファリング、ちょっとわかんない。とりあえず一回また少し消して、でなんか飛ばないの、こっちに。止まってんのこれ。ほい、動いた動いた。まあ、こんな感じでニコ動も見れます。はい、次ラジオ、はい、こんな感じですね。あとはナビ出すとちょっと場所バレちゃうのであれですけど、ナビもちゃんと使えてます。そんなところですね。うん、あとはまあよしという感じで、一応これで、終了ですけど、次は、ルーターを取り付けようと思うので、あのルーターつけると電源オンオフと連動して
Wi-Fi が使えるようになるので、それでやってみたいと思います。それでは後ほど、またです。